お尻のストレッチを行います。足を前に押し、体を倒していきましょう。この時に前に置いたお尻の横、この辺りが伸びてくるんです。ここは座骨神経痛や、ガリ股になったりですね、足の変形や神経症状、痛みなども原因になってきますから、できるだけストレッチを普段からしてみてください。余裕があったらゆっくりしたい。深く鼻から息を吸って、ゆっくり吐いて、深く鼻から吸って、余裕があったら少し体を下の方向にねじっていきます。30秒から1分ぐらい、2セットから3セット行ってみてください。お尻のストレッチ2つ目です。少し腕が当たっています。今度は足をこのようにかけていきましょう。余裕がある方は膝と膝を同じ位置に揃えて、このまま息を吐きながら前へ倒します。鼻から息を吸ってゆっくり吐いて、この時に伸ばしているのは上に来ているこのお尻の横、この辺りですね、ちょうどお尻のエクモの辺り、ここを深く吐く息でゆっくり体を倒し、伸びが強く感じるところでゆっくり呼吸、30秒から1分ほど保持をします。自分の呼吸の音が聞こえるぐらい深く吸って長く吐いて、ぜひ毎日試してみてください。3つ目ですね。今度は寝転んだ状態で行います。このように足を引っ掛けてですね、このまま足を引き寄せます。そうすると今伸ばしてましたこのお尻あたり、この辺りが強く伸びてくると思います。ポイントはかかとの位置を、少し調整、内側外側に場所を変えながら調整をすること、そしてしっかり膝を引き寄せる、これによってお尻の横がしっかり伸びてきます。余裕があったらこの膝をね、ちょっと遠ざけていく、自分から遠ざけていくような感じ